じゃあ塾をサボります。うんうん、こいつうぜえ。うん、この学校ってなんか暗いよね。なんか雰囲気、変な雰囲気があるんだよ。うんうんうん、事故怪奇現象怖いんだよ、うざい。あ、さなえちゃん出てこんかったな。うん、失礼しまーす。いや、田口くん鬼塚もちょっとタジログやろ、こんな顔で入ってこられたら。この顔はないと思わへんか。もうちょっと笑顔でいいやんか。なんでこの表情やねん。うん、私のこと好きなのかな。お前福沢よりうざいな、これは。福沢もまあ、福沢もまだ自重せんやつやけどさ、お前よりはまだ、うん、うん、体育館目当てに学校入ってくるってどんなやつやねん。おるか、あんなやつ。よほどスポーツが好きなんやろな、そんなやつは。進藤さんやろな。進藤さんはそれ、体育館を楽しみに入ってきても仕方がないけどさ。うん。学校の七不思議。うん。中学ではファの音だけ鳴らないピアノの話とか。それはお前壊れとうだけやろ。理科室の前の踊る骸骨。お前もさっき踊ろうとしてたしな。骸骨。なんか踊りが盛んやな、ほんま。盛んって。盛んやわ、この高校は。うん、それでね、田口さん、あの第二体育館ができる前、あそこに何があったか知ってるかな。うん、聞いたことあるわ。確かあそこにあったの。旧校舎じゃんか。旧校舎やろ？あえてぼかしてみるか。花壇。適当なことを言ってるな。カナンはまだ体育館の裏にあるだろう。それは適当すぎるわ。もう、あのアジサイか、うん。なんか、オムニバス的にこう、今までやった話がちょいちょい出てくるだけやな。なんかさっきから。何も確信に触れないという。うん。旧校舎か。霊現象が山ほどだったな、ほんまに。ラッパー桜井も運だし、トイレの花子さんに金面の少女も運だし、いろんな人材を輩出する旧校舎。うん、聞いてくれるね。聞きたい。怖そうだからやめる。怖そうだからやめる。怖そうだからやめる。そんなこと言うなよ。そんなこと言うだよの一行でもう元のストーリーと繋がったぞ。ええんか、こんなんで。君にはこれから、うん。うん。しようとした。うん。うん。まあ。うん。これは、さっきと同じか。うん。仕方ないね。うん。お前の鬼塚の企画じゃない、まあ、日野さんの企画を繰り返すだけじゃないんか、これは。ひょっとしてどうしてもあそこに行くんちゃうろな。遠慮します、遠慮します。なんだって、そんなのダメだよ。これは先輩命令だ。はあ、うわ、強引やな。うせえ、終わりかよ。うん、これは、うん、まあ、行く。行ったの同じじゃないんか？うん。同じやな。じゃあ、ここは同じなんで、ちょっともうここで、編集ポイント作っときます。はい。で、なんか、この後やって、なんかあったら、このまま流します。
はい。だいたい見ましたよ。だいたい見ましたけど、全部ここに来ます。はい。厳然たる現実がここには横たわっていますね。恐怖は繰り返す。あの時、鬼塚のことをかっこいい人と言ったばっかりに、恐怖は繰り返すと、いうことですね。はい。じゃあ、ここから、冒頭に立ち戻って別のを見ていきましょう。はい。では、嫌な人だと思うの。うん。だってあの人どこかとぼけているんだもん。風間さんとかいう人に会って、人生が変わったとか言ってるのよ。まあ、ある意味変わったかもしれんけど。はぁ、あ、はぁ、あ、なやそれ、風間属性の選択肢なんか、これは。はぁ、あ、私をいつか部長にしたいとか言うんじゃないでしょうね。困るわ、そうなったら。はぁ、あ、バスケ部の憧れの先輩を記事にしようかしら。迷惑なやっちゃな。取材に来ましたとか言って仲良く喋っちゃったりして。はぁ、あ、まあ、ええんちゃう、それでも。うん。もう、進藤さんのあの、ボクシング部の扱いになるけどな。今は、あの時の新聞部は良かったけど、今はダメだ。全然ダメだ。とかに言ってそう、言われそうやな。評論家、部活評論家の進藤さんに。うん。聞きに行こうかしら。うん。まあ、聞きに行ったらええんちゃう？うん。いい話だといいな。お前にとって何がいい話なんやろうな。先輩、あれ？もう約束の時間なのに、全く、ん？は？福沢のレポート。何これ？このノート。恨みのノート。誰のノートかしら？えい、見ちゃえ。田口真由美、僕のことを変な目で見た。俺、殺人クラブやないか、お前。はぁ。やあ、田口さん。あ、鬼塚先輩。何ですかこのノート。あ、それ見たの。開けっぴろげかよお前。はあ、だって本当のことじゃないか。君いつも僕のこと変な目で見てるよ。はあ。あ、ちょっと可愛いかも。気持ち悪い。もう最悪。俺か先輩ってちょっとおかしいのよ。やっぱ帰ろっかな。ちょっと田口さん、どこに行くんだい。急いでるの？じゃあ手短に話すから。はあ、はあ、はあ、うん。部長に押すって言ってよと。お前1年やろまだ。早いわ。はあ、はあ、兵士の霊が出たり階段の段数が変わったり。はあ、ラッパー桜井のことやなこれは。うん、うん。聞きたいだろ？ん？これは？はぁ、あ。おい、もしかしてこれはお前。これは。お前、一緒やないか。マジかよ。おい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 。まあ、これもちょっともうここに一回編集ポイントを作って、うん、じゃあ別のを見るか。じゃあ変な人だと思うの。なんかこれ大丈夫か。スンバラリア星に行ったことがあるとか、サンブラチャー青臭いとか。おい大丈夫かこれ、もしかして、もしかしてこういう感じでちょっとずつ出てきて全部終わるっていうことじゃないやろうな。うん。はぁ、あ。トイレに行かない。はあ、知ってるよ、そら。うん。好奇心。はい。
岩下え、岩下さんと付き合ってたの鬼塚。あ、岩下不気味。どんな名前やねん。岩下明美やろ、不気味って。殺されるぞお前。これはおもろいな。いや、不気味だったかなって。なんか不気味とか殺されるなこいつ間違いなく。ひどいな。いや、お前も殺されるよそんな。嫉妬深いっていうか、お前には純粋な怒りが向けられるだろうであろうよ。うふふ、こっからは同じ展開じゃないか、ひょっとして。ん、先輩、うわキャ、転げ落ちちゃった。うん、なんか変な人。あ、ごめんなさい、私一応謝った。はあ、もう驚いたな、デベロンだった星人の逆襲かと思ったよお前。あの体験をしての今か。風間はどうなったんや、あれから。うん、早く聞いてバイバイしよう。出たー、もうまたかよ。黙って聞いてくれ。うん、うん、うわー、一緒や。じゃあもうあの不気味のギャグを聞いて、気持ちよく終わりましょう。はい、はい。じゃあ面白い人、うん、ラブリー、はあ、怖がり。うん、あ、また恋に落ちるんか。うん、母性本能くすぐられる。うふふ。うん、え、塾同じかよ。じゃあもう塾をサボる。うん、うん、はあ、行きます。うん、うん、事故って言っても、まあこれ同じやないか。うん、失礼します。さすがだわ、わざわざ呼び出したりして悪かったね。うん、なんだろう、私のこと好きなのかな。うふふふ。うん、一緒やな。うん、これは、マジかよ。うん、ちょっと、はい。じゃあ不思議な人だと思う。は、不思議な人だと思う。うん、なんかどんなことがあっても動じないって感じ。はあ、死んでも生き返りそう。そうそう、鬼塚先輩がするこっくり、あ、鬼塚先輩がするこっくりさんは500円玉を使うみたいよ。どういうことやね、いきなりこっくりさんの話か。風間やないか。はあ、はあ、先輩、すごいこっくりさんができるそうですね。ぜひこの場でやってもらえませんか。はあ、なんかニヤニヤしてる。わかった、後でやってあげる。この500円玉を預かっておくよ。風間やないか。お前風間になってるやん。はあ、ひどい人。後で先生に言いつけてやる。あれ、何むくれてるの。はあ、ほら、いいものを見せてあげるよ。これ、おととしに僕が撮った写真なんだけど。あ、はあ、綺麗。そうだろう、ほら、これはどう。うわ、先輩、この写真は旧校舎にあった鏡さ。なんやねん、こいつ。誰やねん、お前。髪の毛おかしいやろ。どう考えても。一箇所に集まりすぎやろ。はあ、悪魔かこいつ。なんでそんな写真を持ってるんですか。
はあ、よう、こんな報道規制やろ。合成写真ですか？ニヤニヤしてる。こんな写真もあるんだよ。あれやんか、トイレ行かないやつの正体みたいな。キャハハ、おかしい。これは俺ついさっき見たぞ。まだいろいろあるんだよ、ほら。普通の校舎やんけ。階段やんけ、普通の。普通やん。普通のなんか航空写真ではないけど、屋上から撮ったやつやんか。はあ、旧校舎の階段。はあ、13階段とかやってたな。ああ、何これ、メモリアルシナリオ。はあ、はあ、うん、七不思議の特集。こっちの写真を見てもいいですか。ああれや、高速違反のデコ、赤い傘。あ、美味しい飴や。てれってれ。写真を自由に見て。はあ、はあ、まだその話か。白骨死体、もうそれを聞いたぞ。うん、仕方ないね。これはひどい。うそー、もっと俺ビッグボリュームやと思ってたんやけど。完全に共通ルートが。やります、できません、できません。なんだって、そんなのダメだよ。ふん、うん、森塚先輩強引だな。お前もう背景は消えたのに、お前は消えずにこのまま遷移して2日後かよ。うん、うん、ここからは石やろな。うん、まあじゃあ別の見るか。はい。ではいよいよ最後の選択肢ですけども、これも実は愛してるの。うん、世の中には支配する側の人間とされる側、荒いやないか。荒いの発想やん。うん、うん、梅塚先輩は最高なの。はあ、ミステリアスでグッときちゃうの。目がいってるよお前は。はあ、いいの、私は愛してる。うわあ、はあ、はあ、塾があるんだよね。これだけかよ。じゃあまあ一応見るか、こっから。うん、はい、以上をもちまして学校であった怖い話に屈しないのシリーズを完結とさせていただきたいと思います。最後の隠しシナリオは多分あれで全貌なんで、まあちょっと締まりが悪い気もしますけども、以上をもちまして、学校であった怖い話に屈しないを終わらせていただこうと思います。で、本当今まで5ヶ月、3月末から8月末にかけて5ヶ月にわたって、連載みたいな形でやらせていただきましたが、本当楽しかったです。皆さんコメントとか、マッドとかも作ってくれださった方も本当ありがとうございました。もうほんま語り、もっと語りたいんですけども、まあ、時間も押してますので、手短に、以上挨拶とさせていただきたいと思います。でですね、最後にちょっとおまけを作ってるんで、それを最後に持ってきて、終わりとさせていただきます。本当今まで皆さんありがとうございました。世界で一番魔王様ね。
危ない。